第103回黒田博樹の歴史講座、続きまして大日本帝国憲法の制定後編に入ります。これまで述べてきたように、大日本帝国憲法において天皇は政治的な権力は何もお持ちでなかったのですが、権力とは全く別の概念として、天皇は我が国の長い歴史における権威をお持ちであられた一方で、近代国家として歩むために絶対に必要な憲法を制定した政府には明治維新から20年余りしか経っていないということもあって、後ろ盾となる権威がどうしても不足していたんですね。そこで歴史的な権威をお持ちの天皇が憲法におけるさまざまな手続きに署名されるというこの重い現実によって、憲法そのものや、あるいは憲法によって規定された議会や国務大臣すなわち内閣、あるいは裁判所などの決定に正当性を加えようとしたんです。で、これこそが天皇によって国がまとまるという我が国古来の理想的な政治体制であり、現代の日本国憲法における象徴天皇とも大きな差はありません。大日本帝国憲法の天皇大憲で成文化されたのはあくまでも天皇の権威であって、決して権力ではない。このことを私たちは深く理解する必要があるのではないでしょうか。ただし天皇大権の一つである統帥権、つまり軍隊指揮権については、実際には陸軍や海軍の責任者が統帥権を持っていたにもかかわらず、天皇に指揮権があるかのように条文上で解釈できたことが、後々になって我が国の運命を大きく暗転させるきっかけを作ってしまったこと、このことだけは返す返すも残念なことではありました。なお、この統帥権の独立、いわゆる統帥権看板問題につきましては、この黒田博樹の歴史講座で以前にも何度か紹介しておりますし、またいずれ行います昭和時代初期の講演の頃に改めて詳しく紹介させていただきます。ところで、大日本帝国憲法における天皇大憲、この真意は理解できたとしても、条文で臣民と書かれた国民の自由や権利は制限付きでしか認められず不十分なものであったというのは本当でしょうか。よく言われますのが、いわゆる法律の留保というやつですね、制限付き、これは日本国憲法における生まれながらに持つ権利と大幅に異なっているというのが批判を浴びていることが多いんですけどもね。ちょっとこれも考えてみましょう。大日本帝国憲法の条文における臣民の権利、これはですね、参政権や契約の自由、あるいは所有権の不可侵、信教および言論出版集会結社の自由などが認められていますね。実はこれ19世紀の末に制定されたという事情を考えれば、かなり多くの権利が認められていると言えるんですよ。皆さん、我々は今の目で見がちです。21世紀だともっと認められている権利が19世紀の末には認められていなかったとしても、これは決しておかしくはないんですよ。その代表例が生存権、社会権ですよね。これが大日本帝国憲法に入っていないのは、それ自体が20世紀に考え出された権利だからなんですよ。ということは、生存権、社会権が大日本帝国憲法に含めよう、これは無理がある話なわけでしてね、こういった19世紀末の当時っていうのを我々はこの視線で見なきゃいけないわけですね。で、次に先ほど言いました法律の用法、すなわち法律による制限についてですが、法律で制限されているということは逆に言えばですよ、法律で禁じられていること以外は自由であると同時に、政府は法律で決められてもいないのに国民の権利や自由を奪ってはならない、これも意味してるんですよね。そしてこれもよく考えれば理解できることなんですが、皆さん、果たしてこのように無制限の権利や自由、こういったものが存在するでしょうか。もしこれが存在するのであれば、例えば平安時代あるいは戦国時代のように力ある者が勝つという実に住みにくい社会になってしまうじゃないですか。ということは、近代法治主義の原則から考えれば、
権利や自由に法律の制限がある、これはむしろ当然じゃないですかね。でさらにこの原則はですよ、日本国憲法においても例外じゃないじゃないですか。だって第12条などで公共の福祉と明記、実際公共の福祉の制限と明記されてるじゃないですか。これ有名な事実ですよね。さて立法権、行政権、司法権のいわゆる三権については、明治初期の政体書の頃から三権分立を理想としていましたが、大日本帝国憲法でそれぞれが天皇を補佐すること、これによってその体制が見事に整うことになりました。国会は帝国議会と呼ばれ、対等の権限を持つ貴族院と衆議院からなる二院制が採用されました。なお両院は対等ではあったものの、予算の編成は衆議院に選議権がありました。このほか憲法において国務大臣は各自がそれぞれ天皇を補佐する責任を持つとされましたが、実は皆さん、大日本帝国憲法には内閣総理大臣あるいは内閣、この文字がなかったんですね。これはですよ、憲法に内閣の文字を入れることで総理大臣すなわち首相がかつての徳川幕府の将軍のように力を持ち、天皇を軽んじる可能性があることを、その幕府と命がけで戦った経験を持つ伊藤博文が恐れたからだという説もあるんですね。なお憲法公布と同時に皇位の継承やいわゆる摂政の制度などを定めた皇室典範、あるいは貴族院で衆議院議員選挙法なども公布されました。このうち貴族院は天皇や先の家族令で規定した家族のほか、皇族や先の家族令で規定した家族のほか、国家の功労者や学識者などから天皇により任命される議員、あるいは各府県から一人ずつ選出された多額納税者議員から構成されました。なお衆議院議員選挙法の詳細については、次回、つまりこの次の講演である初期議会で改めて紹介します。法典の編纂、これは明治初年頃から始まりました。フランスの法学者であったボアソナードらの助言を得て、明治13年1880年にはフランス法をモデルとした刑法、あるいは治罪法、これ現在の刑事訴訟法の前身になりますが、これが公布されました。次に条約改正の目的もあって民法と商法の編纂が進められ、明治23年1890年に民法、商法、民事訴訟法や刑事訴訟法が新たに公布され、法治国家としての体制が整ったんですが、このうち民法の概要が当時のフランス法的な個人の尊厳を重視する一方で、我が国古来の家族に関する慣習を無視したものであったため、制定前後からさまざまな意見が飛び交いました。これを民法典論争と言います。でこの論争において憲法学者の穂積康香が自らの論文で、民法を射てて中国を滅ぶと書いて厳しく批判した一方で、梅健次郎は民法をそのまま導入すべきと主張しました。で最終的には民法の施行が延期され、大幅な修正が加えられた上で、明治31年1898年に新民法が公布されます。新民法はドイツ民法を参考として我が国の家制度の維持を重視しており、家長たる戸主に家族の統括者という地位を与えて、戸主の地位をその権利義務一切を含め原則として長男のみに一括して相続させるという家督相続の制度を採用しています。